それでは、この表題の文献を自然言語処理研究室の小川が発表、紹介させていただきます。この論文の概要です。この論文では、臨床テキスト、医療に関するテキストのスペル訂正を行います。その時に、その分散表現を用いることで、その文脈の、意味を考慮した訂正を行うモデルを提案します。で、このモデルはその既存のスペル訂正ツールよりも大幅に、優れている精度を示しました。で、目的です。で、まず臨床テキストっていうのは、医療現場における診察や治療に関する文章のことで、一般のテキストよりも、専門用語が多いことや、さまざまな略語、新しい名称が使われています。で、これによって、スペルミスが非常に多く含まれていて、で、過去の調査ではコーパス州の10から15%がスペルミスを含むっていうような調査も発表されています。で、このように、その単純なスペル訂正よりも、訂正が複雑なタスクである ことが言えます。で、従来の手法ではノイジーチャネルモデルっていうものを、手法を用いて訂正を行っていました。これは、その置換候補のうち、その頻度、言語モデルなどの頻度情報を用いて、正しい候補を選択するっていうような方法でした。ですが、これは文脈情報を活用していませんでした。ただ、その文脈情報を活用しないとなると、正しい訂正を行う際にパフォーマンスに悪影響が出るっていうふうな、調査がされているため、この、論文では、分散表現を使って文脈情報、文脈の手がかりをもとに訂正を行うことを提案します。で、提案手法です。まず最初に、置換候補を生成します。で、あるスペルミスを正しい単語に置換するために置換候補を生成するんですが、その際には2つの基準を用いて候補を生成します。1つが編集距離っていう考え方で、これはそのスペルミスに対して、置換や挿入、削除、置換などの操作が2回以下の単語を、ある単語辞書から抽出してリストアップします。で、もう一つの方法が、発音情報ですね。そのスペルミスに近しい発音をする単語のを、単語辞書から抽出してきて、そのスペルミスと単語の編集距離が1以下のものを候補とします。で、この2つの基準から、置換候補を生成して、例えば、この真ん中の仮括弧の Going とっていうふうな、ミススペルがあったときに、この4つの置換候補が生成されます。括弧の数字が、編集距離を表していて、例えば最初の Going だったら T を G に置換してあげているので編集距離が1で、最後の Groin だったら R を挿入して T を削除しているので編集距離は2っていうふうになります。これが、置換候補の生成で、次に、生成された置換候補の中から、正しい候補を選択してあげます。で、その時に、まず最初にスペルミスの、文脈の合成ベクトルっていうものと、各置換候補のベクトルを作ってあげて、その2つのコサイン類似度を計算して、そのスコアからランク付けを行います。で、例えば真ん中の英文があって、仮括弧の Going とがスペルミスです。で、まず最初にそのスペルミスの周辺の単語を、それぞれベクトル化してあげて、それらの合成ベクトルを、文脈のベクトルとして作ってあげます。で、もう一方で、スペルミスから、生成された置換候補
を、まあ、それぞれベクトル化してあげて、その文脈ベクトルと各時間候補ベクトルの2つのコサイン類似度を計算してあげて、それぞれの、コサイン類似度の結果から一番その類似度の高い、候補を選択してあげることで、一番そのミススペルの文脈に意味が近い時間候補を選択してあげることができます。で、実験設定です。この医療関係のテキストを集めたミミックっていう風なデータベースがあって、今回はそのコーパスを使用します。で、分散表現の学習にはファーストテキストっていうワードトゥーベックの拡張をしたもののスケップグラムモデルを使用しました。で、先ほどのミミックのコーパスから425メガ語を学習します。テストデータにはそのスペルミスを含む873事例をミミックから抽出してアノテートしたものを使用しました。で、結果が上の表なんですが、まずこのそれぞれ4つ、手法があって、まあ、左から2つハンスペルとライのモデルは、これまでに公開されているスペルチェッカーの精度を表していて、右の2つのコンテキストは本手法を表していて、ノイジーチャンネルはその従来のノイジーチャンネルモデルの手法を、まあ、再実装したものです。で、評価は2つ行っていて、その上の段のオフ・ザ・シェルフはその従来のスペルチェッカーに使っていた単語辞書を、まあ、同じものを使って実験した結果で、下の段の with completed lexicon がその上のオフ・ザ・シェルフの実験で、まあ単語辞書に存在しないような、まあ、高度な医療の専門用語を、辞書に追加して再実験を行った結果です。で、この数字は正解率を表しています。で、まあ、この結果から、まあ、提案手法が、まあ、既存の2つのツールに比べて、まあ、大幅に性能がいいっていうのと、まあ、ノイジーチャンネルの手法よりも高い精度を示していることが分かりました。で、まあ、こちらのグラフはミススペルの文脈に対する時間候補の、ベクトルを表した図です。これは2次元の、図を表していて、点の大きさがコーパス中の頻度で、矢印の上の数字が、コサイン類似度を表しています。例えばこれが、例文で、先ほどと同じ例文なんですけど、このゴーイントっていうミススペルがあって、そのミススペルの文脈のベクトルを中心に4つの時間候補のベクトルを表しています。で、従来のノイジーチャンネルモデルではコーパスの頻度によって時間候補を選択していたため、この頻度の高いポイントっていうふうな、候補を選択してしまっていましたが、提案手法ではこのようなベクトルを作ることで文脈的に近い、時間候補を選択してあげることができるので、まあ、正しいゴーイングを選択していることが分かりました。で、まとめです。臨床テキストのスペル訂正を行う手法として、分散表現を用いて文脈情報を活用した訂正を可能にしました。で、既存のツールやノイジーチャンネルモデルよりも高い正解率を示しました。以上で発表を終わります。